はい、ドーン。大阪万博に関する話をしていくよ。あくまでも主の、個人の感想ですってやつだな。今日は、万博のチケットについて話をするよ。世間では、7500円、高いと言われているけど、実情は少し違うっぽいよ。はい、ドーン。なんか、値段にもバリエーションがあるっぽい。ちゃんと調べてないけど、基本的に、入場するのには、日にちを予約しないと、入場できないっぽいんだよな。この会期中に販売される1日券は、予約なしでいけるっぽいぜ。他の種類も見てみようか。はい、ドーン。開催中、何回も入れるパスと、夏休み中何回も入れるパスだね。これは何回も入れる代わりに、日時の予約が必要っぽいな。この、日時の予約ってのが、混雑を避けるための入場制限なのか、入場をスムーズにするための措置なのか、どっちかわかんないんだよな。そんなに何回も行くかなぁとは思うけど、好きな方は一定数いるからね。主は行かないけど、空飛ぶ車はちょっと興味あるぜ。はい、ドーン。キリがないからこの辺にするけど、この他にもチケットの種類、あるっぽいよ。開催期間中の1日券より、お得なチケットだね。それぞれ制限あるけどな。まあ、高いか安いかは、人それぞれだろうな。例えば、マクロス好きな人は、川森さんのパビリオン行くんだろうし。富の音帯じゃなく川森さんなんだね。話がマニアックすぎるだろ。音帯断りそうだしな。知らん知らん。ところで、前売り券全然売れてない、みたいな、話を聞くけれども、もしかしたら全然売れなくても、万博は黒字になるのでは、と、主は思ってるよ。次の次くらいに出す動画で、その辺触れる予定だぜ。それよりも、一つ、予想される問題があるんだよね。何回か取り上げてきた、海外パビリオンの遅れの問題。このまま行くと、開催延期か、海外パビリオン未完成での開催、どちらかになる可能性高いよね。まあ未完成でも開催はできるしな。日本人特有の美意識みたいのが、未完成だと恥ずかしいみたいな気にさせるが、おそらく海外の人は気にしないぜ。アーリーアクセスといって、海外のゲームなんか、未完成で販売とか普通だしな。ただ、未完成で開催した時に、チケットの公平性は考えた方が、いいと思うんだよね。未完成の状態で入場するのと、完成した状態で入場するのとで、値段が同じだったら違和感あるよな。まあ嫌なら完成してから行けって話だが。まあ延期とか未完成開催とか、現時点で方針決まってないけど、未完成でも開催とか、そういう発言をするなら、起こりうる問題も、シミュレーションしといた方が、いいと思うけどな。